はい。皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は東京の日本橋にある横山町曝露町問屋街に行ってまいりましたので、現地の映像をお見せしつつ、 小売りとして、業者として、卸や問屋から商品を購入する手順も含めてお話しさせていただきたいと思います。動画の後半では実際店舗に撮影の許可を得まして、小売りも行っているような比較的 一般の方も入りやすいお店の店内の様子も撮影して参りましたのでそちらもぜひご覧いただければ幸いです。今回の動画参考になりましたらよろしければ高評価チャンネル登録お願いいたします。ちなみに今回はたまたま最近メルカリでの販売を開始したということを知った20年来の友人と一緒に連れ立ってこの場所を訪れています。メメルルカカリリ販売売とという転 理由ではありますが、転売という手法自体。私は三方よしの手法売り手よし買い手よし、接近よしの手法とは思えない節が少なからずあります。具体的には一般のお客様が購入する。小売店、ヤマダ電機とかドンキホーテで特に限定。グッズのような希少性の高いものを買い占めて価格を不当に吊り上げて小出しにして。 販売すするるるといいいうやり方を取っている人が少ななかからずいるからずんですねこのやり方というのは物流の流れに割り込んでお客様と小売店の間でリザ屋を踏んだくるというやり方ですから語弊を恐れず言えばダフ屋と同じような行為と 自分は考えております。ただ、この割り込むという言葉もジッパ一かだけで途絶えてはいけない言葉で、例えばアリババ業者と小売りセラーの間に仲介として立って、 代わりに商材を買い付けたり検品を行って指定の場所に発送する代行会社という仕事は小売りセラーが本来追わなければいけないアリババ業者との様々なトラブル不良品などのリスクを代わりに背負うことによってもしくは何かトラブルが起きた時に最前線でアリババ業者と対応することによってより安心して小売りセラーが自 自分たちの商材を販売する仕事に注力できる環境づくりの一翼を担っているので、この代行会社は割り込んでいるといえば割り込んでいるんですが、付加価値をもってして正当な商売を行っていると言えるわけです。転売ヤーは無理やり間に入っていって、 特に付加価値を持たずに、ただ金額を上げて、むしろ、商材の流れをせき止めて、不当な利益を得ようとしている、という立ち位置なので、そのやり方は完全な悪い意味での割り込みだという点を腹に落としておいてください。さて、ここで映像にもう一度目を向けてみていただければと思うのですが、こちら、横山町曝露町の問屋街、 問屋街ですから本来は一般の消費者の方がいきなり一元産で行って、商材を買い付けられる場所ではありませんでした。 しかしながら現在では小売りも OK ですよという問屋さんもたくさんあります。店舗に思いっきり小売 NG とか小売 OK とか書いていますのでお店に入る前にどこのお店は入っていいか良くないかということはわかるかと存じます。とにかく小売店を専門にしているところではないので正直ですね、いらっしゃいませみたいなところは少ないと思います。講習を 市場やバンコク市場に生徒さんと行くときは外国人である日本人の我々が現地の通訳をはべらせていくわけなのでどこのお店行ってもおお買い付けのためにわざわざ中国もしくはタイまで来てくれた人なんだという形でゲスト待遇を受ける。 ことが日常茶飯事なのですが、ここは日本人が行き交う問屋街ですので、日本人の我々が行っても、あーなんか来たな、ぐらいに思われるお店もあるかもしれません。別に悪気があってそうしてるわけではなくって、業者間のビジネスとしての取引を行うわけですので、会社の商談などと同様に、相手を見極める必要が各問屋の人たちも当然あるということです。そこに関しては、 悪い気持ちにならずに、しっかりと場をわきまえるということが、問屋街で快適に買い付けを行うための必須条件になるかと存じます。とはいえ、昨今こういった問屋街であっても、やはり地域の活性化というのは一つの重要な課題になっており、実際横山町曝露町問屋街も街づくりに取り組み始めました。 ただ残念ながら、問屋街ですので、あくまでも小売り、業者の買い付け前提のクーポンにはなってしまうのですが、楽しく地域の住民や街を訪れる専門店の人たちが回遊しながら、様々な特典がもらえる地域クーポン、問屋街みんなでクーポンというものが発売しています。 2023年の3月31日までの使用期限ですので、おそらくまだあるかと存じます。この動画下に関連リンク貼っておきますので、そちらご覧いただければと思うのですが、問屋街みんなでクーポンというのは、36枚綴り、1冊2000円で購入することができるクーポンで、1枚ずつ切り取って使用するものです。粗品のプレゼントや商品の割引、 横山町問屋新聞1年間購読無料並びに10万円以上のお買い上げで社長と昼食といったユニークな特典もあるようなクーポンになります。具体的にはクーポンの条件として現金購入1万円以上で5%割引。 といったものや、現金購入10万円以上、160サイズまでの商品であれば、送料無料にします。 など、いろいろな特典を享受することができます。このクーポンを購入したい方は、問屋連盟会館5階にある東京問屋連盟を訪れるか、法師会館3階にある横山町法師会を訪れてください。繰り返しになりますが、地域の住民や小売業者が使うようなクーポンになりますので、 一般顧客として行ってクーポンを手に入れたのはいいものの、お店側が小売り NG なのであれば、そもそもそのお店でクーポンを使用して商品を購入することができませんので、その点はどうぞお間違いのないようにご留意いただければ幸いです。さて、ではこういった問屋街で業者として購入するにはどうすれば良いのでしょうか。ある店舗に行って直接問屋から購入するための の手順についてお聞きしてきましたので一例をお伝えさせていただきます。まずそのお店の場合は業者として取引をする際には審査を受ける必要があります。そしてその審査の必須条件になり得るのが実際の店舗を持っているかどうかという場合が多いように感じます。よってネットで販売している方は NG というところが 通常なのかなと言わざるを得ません。インターネット上の販売っていうと、不特定多数のお客様に大量の商品を販売するって方もいらっしゃるので、問屋の方にとって も自分たちが扱っている商品をの別幕なしに販売されてしまっては店舗によってはそれこそ日本の伝統的な職人の手作りの商品を一つ一つ丁寧に作ったものを販売していたりもするので困ってしまうわけですねここで1点補足させていただくとトン屋と言っても一箇所の生産業者や職人さんから商品を購入して販売しているというわけではなく我々物 一般セラー同様、場合によっては世界中を駆け回って様々な地域から色々な商品を購入してそれを一般のお客様向けではなく 一般の小売業者向けに販売している人たちなんですよ。よってそれこそ私が中国やタイに行って商材を買い付けてアマゾンで販売をしていますが、そのように一般のお客さん向けに販売するのではなく、私がもし小売業者向けに販売したのであれば、自分も問屋 卸業者の真似事はできるわけです。というか実は私も Amazon の B2B、Amazon ビジネスという機能を使って アメリカの小売業者アメリカでビジネスアカウントを持っているような方たちに商品をまとめて売ったりもしているので実は自分も小売セラーですよといつも言っているものの卸業者的な活動もしていると言えばしていますさて今回映像でお見せしている問屋街で小売として商材を買い付ける審査に無事合格して取引を開始する際にあともう もう一つ交渉を行う必要があることがあります。それは トンで販売している商品は、俗に言うメーカー小売価格がいくらいくらというのが決まっていることが多いんですね。そしてそのメーカー小売価格で商品を買って、メーカー小売価格で売ったら小売としては利益が全く出ませんから、トンから買い付ける際は、メーカー小売価格の何割掛けで商品を購入するかというのを先方と決める必要があるんです。もちろんこの 何割がけで購入させていただけるのかというのは交渉次第だったりそれまで何度取引をしてくれたかといった実績であったりするわけなので必ずこの問屋だと誰でも小売業者はいくらいくらでこの商品を買えるというのは決まっているものではありませんこれに関しては公衆卸市場でやり取りする際も全く同じことが言えるのですが私 私やののの生徒ささん、要すす。るるに日本人人バイヤーの人たちは、だとかなりり優遇される傾向があります実際、ある店舗で交渉していた時に自分たちはいくらいくらで商品が買えるよという話をしていた真横でアラブ系だったりアフリカ系のバイヤーの人が同じような商品についての交渉をしていたので盗み聞きしていたのですが自分たちよりも1.5倍とか2倍 倍ぐらいいの金額を提示されていてびっくりしたことを覚えていますというわけで今回は東京日本橋にある横山町曝露町問屋街の映像をご覧いただきながら問屋から小売業者として購入する簡単な手順について一例ではあるのですが説明させていただきました最後に小売 OK のお店で私があ、ここいいな と思った場所がありますのでそちらの映像をご覧いただきながら今回の動画の締めとさせていただきたいと思いますこのお店で売っていた商品サンプルでいくつか購入したんですが商品は俗に言うラインストーンが付いた合金のバッグに付けるチャームなのですがまずアリババでは8.9元160円前後で販売されているものがこちらのお店では400円 から400円ちょっとぐらいいで販売されていました全く同じ商品をメルカリで検索したところ、1000円から1280円での取引履歴がありました。よって、もちろんアリババで購入するよりも、商品の金額はこの問屋で購入した方が高くなってしまいますが、現地で直接手に取って 商品のクオリティをチェックすることもできますしアリババ上での取引だと日本に別荘して手に取ってみるまではわからないような細かい部分に気づくこともできます重さずっしり感だとか匂いだとかキラキラ感だとかそういった画像を通してだけではなかなかわからない様々な情報を得ることがその場でできるというのも大きな利点になりますし実際メルカリで販売 しても楽楽メルカリ便のネコポスや悠悠メルカリ便の U パケットで商品を発送した際の送料を勘案しても400円ちょっとの商品が1000円以上で売れるわけですから利益が確定することは確認できました。最後までご清聴くださりありがとうございます。失礼いたします。